モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語山尾セットプレゼント。この糸物語山尾セットというのは、飲むヨーグルト博多甘尾、食べるヨーグルト微糖、甘尾いちごソースがセットになったもの。もともと糸物語という牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。最高です、うん、でね、博多甘尾でいちごソース作ったらこれも美味しかったっていうことで、ヨーグルトにかけるもよし、はい、またね別のバニラアイスにかけるもよしっていうことで美味しいセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。2年前の年末、私たちは夢の前をホームを手に入れました。引っ越しも落ち着いて、なんとか新しい年を新しい家で迎えられる、嬉しいのと安心した気持ちでした。年末最後の土曜日、夫婦揃って仕事が休みだったんで、引っ越しで出た粗大ゴミをゴミセンターに捨てに行くことにしたんです。こんな機会もあんまりないので、子供2人も連れて後ろに粗大ゴミをぎゅうぎゅう詰め込んで、いざ出発。車で40分ぐらいかかる予定。出発してしばらく経ったら、旦那がお腹痛い、ちょっと近くの薬局寄るわ。はいはい、いつものやつね。旦那はお出かけすると必ず出先で便を催す。薬局に寄ったんで、子供たちのお菓子と飲み物を買って、私たちは車に戻ってお菓子を食べて旦那を待ちました。いつもだったら長くても10分もしないうちに帰ってくるのに、この日はいつまで経っても帰ってこない。大丈夫と感じ始め、やっと帰ってきた旦那、お腹痛いの治らないから運転変わってと言われて、お腹の調子が良くないということで、そんなんだったらゴミ捨て行くのやめて家に帰ろうかと聞いたら、そっちがいい。だからすぐに U ターンして、うん、そしたら、痛い、私の目からしても明らかにどんどん痛くなってるお腹、額には大量の汗、これはまずいと思って停車して近くの病院を検索。でも運が悪いことに、年末最初土曜日で全然病院が電話に出ない。あ、そっか。救急車呼んだ方がいいって聞いたら、呼んでほしい。主人と出会って15年、発熱したところも風邪ひいたところも一度も見たことがない。これ大変だ。人生初めて救急車の要請電話。何番痛がる主人に、117でいいよね、119 それ時報だからいやでもね、結局ね、119番って何番だったっけっていう風に聞く人いるぐらいなんですよ。パニックになったらそういう風なことになるんです。なるほど。119番って何番とか、110番って何番だっけって。そっかそっか、そうなんですよ、言ってるだろうとそういうことなんですね、うん、幼稚園の下の子が救急車が到着したんで、わー救急車が来た、乗っていいと騒ぎ出し、ダメ乗れ静かにしてと言ったら、上の子小学生なんですけど、うーパパが倒れた、パパが死んじゃうと大泣き。大丈夫、死なない、ちょっと静かにして。もうその現場のコンクリートの上に土下座するようにうずくまる主人、現場はカオスです。救急隊の人から、今から病院に向かいます、落ち着いてご自身の車でついてきてください、あ、ご自身の車で来てください、うん、主人は救急車、私は自分の車で病院に、病院に向かう車の中、騒がしい子供たちを抑えながら、私の頭の中ではやっと昨日引っ越しが終わって、これから楽しい生活が待っていたと思っていたのに、これから住宅ローンはどうすればいいの、まだ一度も払ってないうちに夫がいなくなったらやっぱり私が払わなくては、あ、でも保険があるのかな、いやいや私がこれからもっともっとたくさん働いてこの子たちを育て上げないと、もしいなくなってしまった場合のことを私は頭でいろいろ思い巡らせて、病院についていろんな検査を受けて3時間ほどして待合室に普通に歩いて登場してくれた旦那、うん、一体どこが悪かったと、尿管結石だった、心配させてごめん。その後どうやら
医師は尿と一緒に出たらしくお薬をもらいました。よかった。本当に忘れられない一日になりました。普段は読んだ新聞を片付けなくって、噛んだティッシュがそこら辺にポイッとしてあって、ちょっとちゃんと捨ててよ。小さなことでイライラしたりしてましたが、私がイライラしていたことなんてなんて小さなことだったんだろう。私たちの生活を支えてくれているのは旦那なんだと、家族みんな毎日普通に生活できていることがどれほど幸せなことなのか改めて痛感させられた一日でした。ねえ、よかったね。よかった。とりあえずその尿管結石っていうのが分かってね、大事に至らず、ね、すぐにちょっと出たみたいで、よかったね。ねえ、2年前の年末もう本当にびっくりしたでしょうけどね。本当ですね。まあかと思ったらね、今度は新型コロナウイルスでね、はい、もう1年もちょっとぐらいねもう経っちゃいましたけれども、はい、本当なんていうか何があるかわからないっていうところはありますね。さあそれからね、これもいきましょうか、女性の方ですね。お名前はいいか、美佐子さんですね。中地あちゃん、おはようございます。おはようございます。初めてメッセージいたしました。ありがとうございます。この前中地が予約していたお店の隣のお店に入ったっていう話を聞いて思い出した私の話。17年前、私中学校卒業してカスヤにダイヤモンドシティ、現在はイオンモール福岡ですけど、オープンするってことで友達と一緒にお好み焼き屋さんにアルバイトの応募したんです。で、面接の日、お店がまだオープンしてなかったんで別の店舗で行うってことで、場所は博多のヨドバシカメラ、何回かは忘れましたがそこに応募した、鶴橋風月があるからそこに来てくださいとのことでした。友達も同じ日に面接だったので一緒にお店に、いらっしゃいませと店員さん、すみません面接に来たんですけどと言うと、カウンターで待つよう指示されました。15歳初めての面接、かなり緊張しながらも友達と一緒っていうこともあって、のんきにカウンターに座って壁に貼られたメニューなんかを見てました。緊張するね、何聞かれるっちゃろう、コソコソしているところに再び店員さんが現れて、今日ですかね、ん、え、時間合ってますか、今店長いなくってと申し訳なさそうに、今日で間違いないしこの時間でって言われたしと思って、2人で元気に間違いありませんと答えて、また裏に確認しに行く店員さん、私たちはのんきにカウンターでくつろいで、へえここラーメンもあるったいね、ほんとやんすごい、あは、そこにまた店員さんがやってきて、ごめんね店長もうすぐ帰ってくるけん、もうちょっと待っとって、お水出してくれました。わきあいあいと盛り上がって、少し年上であろう店員さんといろいろ話をしてて、すみません私たちまだ焼いたことないんですけど大丈夫ですかね、ちょっと待って何焼くってそして二人はハモりました、お好み焼き隣やん隣のお好み焼き屋さんやん、ここラーメン屋さん。オチは想像できたでしょうけど、結局25分ぐらい遅れて面接に行きましたが無事2人とも合格し、めでたしめでたしでした。ああよかった、ね、いやこれもすごいね、すごい、まあ、私の待ち合わせしてた、私の場合はこう見て、ああここだここだって言って隣の飛び込いやあれ、紛らわしかったんですよ、ここだここだって指差し確認してガラガラっと開けました隣の店をそして大将は私の顔を見て、あっって言って予約ですけど、え、予約って分かりました、とりあえず奥の席にって何人ですかって聞いた、聞いて来られた時点で違うんでしょうね一旦座りましたからね、大変です。座ったんですか。以上おもろい家族のコーナー、パート2はお昼12時からです。モーニングジャム